横浜スタジアムで行われた太陽巨人の22回戦、今日は試合前の練習に9月7日の広島戦で福士から右側頭部にデッドボールを受け戦列を離れている松本が15日ぶりに姿を見せました。まだ試合には出場できませんが、松本欠場の後足踏みが続く巨人としては1日も早い復帰が待たれます。さて試合の方は太陽門田、巨人は西本の先発で始まりました。1回裏太陽はトップの山下がピッチャー強襲のヒットで出塁します。2番屋敷も三遊間にヒットを放ち2塁1塁、続く元井田代は凡退したもののラムフォアボールで2アウト満塁と西本を攻めつけます。ここでバッターは福島、しかし福島はピッチャーへのファールフライに倒れ太陽は先制のチャンスを潰しました。一方巨人が4回トップの河野がライトセンター間にツーベースを放って1人チャンスを作ります。続く山本の送りバントでワンアウト3塁、巨人が犠牲フライでも1点と先制のチャンスを迎えました。ここで3番篠塚はライトフライ、タッチアップから河野が本塁へ突っ込みましたがライト高井豊の好返球でタッチアウト、巨人も得点できません。巨人は9回にもエラーでノーアウトのランナーを出しましたが篠塚のショートライナーでダブルプレーとなってチャンスを潰しました。延長戦に入り両チームとも10回に太陽斉藤、巨人浅野と抑えの切り札をつぎ込み0対0のまま試合終了。巨人が4併殺を喫し太陽は8安打を放ちながら得点できないなど共に決定打にかける一戦でした。その他中日が敗れ巨人とのゲーム差は 3.5 ゲーム差と開き、阪神の山本は37セーブポイントをマーク、西武はテリーのサヨナラ逆転ホーマーで近鉄を下しました。大相撲秋場所11日目、横綱千代の富士が出羽の花に敗れ4敗目、好調の大関貴乃里は北の湖に勝って11戦全勝です。